ウェイスコンジャガです。今回ですね、ゲイルが大幅修正されたんですよね。めちゃくちゃ強くなったと。でこれがね、通常攻撃で弾当てたら 0.5 秒遅くするってやつなんですけど、足遅くした相手にダイナマイクの弾って 100% 当たるんじゃねってことで、めちゃくちゃ強くなったエルプリモ、もうこの作戦でボコボコにしてやろうかなっていうことで、早速やっていきましょう。うわ、エルプリモバイロン、これはきつい、これはきつい、だいぶひでえ編成やな。だがしかし、この戦略さえあればもう前段、実質前段弾当てることできるんで、まあ一応倒すことは可能なんじゃないかなと。さあこれ足遅くなって、オッケーオッケーオッケー、めっちゃ当てやすいやーべえこれ、めっちゃ当てやすい。もう敵が止まってるもん、完全に完全停止、時間停止やわこれ。よしよしよし、これウルト当てて、あ、ちょっと待って、もうちょっと、もうちょっとだけその止める時間長かったらもう100発100中なんですけど。うおー、来るね、スカイダイビング。よし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 、それめっちゃナイスで、これウルトパスして決まんじゃないのと。さあこれは、うわー、いやちょっと無理か、ちょっと、いや、いける、いけるぞ、いける。うん、まあまあ一旦落ち着いてね。うん、オッケーオッケーオッケー、あ、いいね。でこれ壁壊して、よしよし、まあウルト残したかったけど、まあまあいいでしょう。でこれやっぱゲイルいないと若干やっぱこうやって弾当てにくいですよね。ほら、全然当たらん、全然当たらんけど、こいつがいれば、よし、マジ2人はプリキュア、2人合わさったらザ、もう負けねえ、負けねえよ。いや、ちょっと待って、あ、ナイスナイス、やっぱゲイル普通に強い、もうシンプルに強いのこいつ。おい、回復ずるくね、それ回復ずるって、それやりすぎやりすぎやりすぎ。でこれウルト当てたい、ウルトをね、ゲイルと一緒に合わせたいんですけど、正直そんなうまくいかねえよな、世の中世の中そんなうまくいかねえよ。よし、ナイス飛び、ナイス飛びで足遅くして、でここ OKOK、 めっちゃいい組み合わせで、これはまあこれ、こいつ倒したらいい、こいつ倒したら OK、 ウルトを置いて、当たらんのかい。さっきからゲイルと一緒に合わせたら絶対ウルト当たらん。まあ決まったけど決まったけど、なんか使いにくい。これさ、敵の足遅くするじゃん、でそこにガジェットぶち込んだら、もう止まった動きの相手に一発当てること可能なんですよね。で一発当てたら動き止まると、で止まった相手を、まあ、ひたすらボコボコにする、もう最強じゃねこれ。っていうことで、まあ、これやっていきますか。さあこれとりあえず回収して一旦逃げて、 OKOK、 あ、そこの場でいいね、そこの緊急事態装置めっちゃいいわ。でここ当てて、でこの足遅くなったやつ、そうそう、あー、ちょっと遠いな、あんま近づけないんですよね、やっぱ警戒しますね敵。さあさあさあ、楽しみや、この必殺技をもう今すぐにでも決めたい。あのカールやるか、オッケー、もも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 、やっぱエメかな、慣れてくるんですよね敵が。なんでこのエメ持った敵を100発100中で倒すっていう感じのイメージやっていけば、まあ強いんじゃないかなってことで。敵プリもおらんや敵プリもおらんや、もう負けるべあなたたち。よし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 、でちょ、お前さコレットこっち来た時にタイミングよくペニーが攻撃したからめっちゃ痛いんだが、よしよしよし、まあまあまあ、ゲイル OK、 当ててくれ当ててくれ、これ、おじゃおじゃおじゃ、足遅くなって、まあ意味ないと。でゲイルシンプルに強いんやな、こっちで当てて、で足遅くなるとこれはいい、これは今完全にワンコソワ状態、もう流れ作業やからこれ。ゲイルが一撃当てる、で俺が2発当てる、で敵死ぬ、そんだけそういう単純なゲームなんよこれ。で敵来る、ウルトで、はいこんなありか、こんな戦法ありか。よしよしよし、で緊急事態はゲイルがウルトで弾き飛ばしたらいいだけなんで、でゲイルが足遅くする、あったら若干むずいの、何これ、もうなんか若干むずいんだけど、まあまあいいでしょう。さあこれ1個拾って勝ちっすね。さあさあさあ、でまた来ると、また来るが足遅くなって、ウルト2発じゃなくて通常2発、やばば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 、あっぶねあっぶねあっぶね、あ、ガジェット使ってねえ俺、ガジェットね使い忘れるんすよねめっちゃ。はい、これあって次よ、プリモ対策戦略ようやく完成したわこれこれありでしょ絶対。はい、続きまして制圧ですね。制圧ってロボットさえ止めたら最後にもう何回ねじ巻きしても最後に逆転したらいいだけなんで、でゲイルって足遅くするじゃないですかロボットので、最悪ウルトで弾き飛ばせるんですよねこれマジでロボット
ダメージ通らないでしょ味方のペニー。頑張れ。よし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 。で、いやでもこの戦略ね、あの制圧やったらこうみんなバラバラになるから攻撃できないんですよね。やべ、ロボット出されたロボット出されたが、これはゲイルで止めることできるんじゃねえか説があるのと、あとねガジェットで全然止めれるんですよね、しかもダイナマイクで。でこれは奥の陣攻撃して味方助かったかな。オーケーオーケーオーケー、めっちゃいい感じ。めっちゃ足遅めっちゃ足遅なんだが、強え、やべえこいつ、マジかこれ。オッケー、飛んでよし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 。でこれ売ると、おーなるほど、うまいなうまいなてめえ。やべえ、これも出されるな、ロボット。あのゲイルとダイナマイクの組み合わせっていう戦法なのに全く使えてないんだなこれ。制圧向いてねえな今更やけど。いやでもこれはね、あのどうやろ、このマップが悪いかな正直。でこれ当てたい当てたいが、あのやっぱゲイルいないと全然弾当たるな、全然当たるなゲイルおらんくても弾当たるなこれ。まあ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 、とりあえずこれ防衛して、でこれガジェット、うわー当たらんか今の2匹とも。よしよしよし。でゲイルがこれ弾いて、でおお強えなマジで。いやー、だがしかしこれでロボット出せんかったら終わり。おおなるほど、こっち当てて、当てても意味ねえ。やべえこれマジでこれマジでまずいやつじゃねこれ。これちゃんと勝ちと、ちゃんと勝ちたい、ちゃんと勝ちたい。ギール環境やん。うわーこれ止めて、でこれおーナイスナイス、いやでこれ壁壊して歩いて、出せるか、出せるな出せるな。オーケー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 。いやゲイルの防衛力半端ねえ。でゲイルに並びにこのダイナマイクのガジェットでロボット止めて、これ多分もうマジ何レベルでも止めれる気するんやけど。で壁壊してやっばこれこれやべえ。でゲイルの足を襲って、あのタレットの攻撃頻度っていうかスピードも下がるんで、もうこいつ以外に制圧使えるキャラおらんっていうぐらい向いてる。こんな強くしちゃっていいわけ、ゲイルもう無双入ってる。はい、というわけで、あのエルプリも多分まあ近い将来下方修正来ると思うんですけど、あの地味にゲイルがね強い。あとエルプリも来てもゲイル行ったら多分止めれるんで、もう現環境はもう間違いなくこいつ最強なんじゃないかってことで、どんなマップでこの作戦が使えるかわかんないですけど、まあぜひねこの作戦試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。